仲良し組です。可愛い衣装と元気な笑顔でキャリーになりきって踊ってくれちゃいます。みんな温かい応援よろしくね。キャリーぴょんぴょんちゃんでつけまつけるです。どうぞ。大丈夫だよ、守ってくれるからね。後ろついてってください。これから可愛い2人がレッドカーペット通ってきます。さあ続いてまいりますよ。野々市小学校2年2組のアニメ大好きチームです。今回はパフォーマンスする曲は今現在アニメはですねこの石川県では放送してないので知らないという方もいるかもしれませんが、他のところではすんごいブームになってるアニメなんです。その中の決め台詞、私たちと一緒に楽しんでくれないと血を吸うよ。こんな感じかな。はい、マナカナサエフロームスターカメリアさんでアニメアイドル活動の中からアイドル活動です。どうぞ。
とうございました。はい、ではレッドカーペット気をつけてね階段。はい、続いていってください。ありがとうございます。はい、ステージ上がってきてくださいね。真ん中の方からスタートかな。さあ、2人とも6歳です。チーム結成1ヶ月ですが一生懸命練習してきました。キラキラの衣装と笑顔で頑張ります。はい、スタンバイ OK かな。キャンディーからで6球です。どうぞ。キラの色衣装にロックオンされちゃいました。はい、こちらレッドカーペットからね前の方進んでいってください。さあ続いて入ってきてくださいね。続いてはフジエンジェルの皆さんです。イエーイ、こんにちは。スバトから来ましたプチエンジェルです。4歳から9歳の10人の可愛い天使が元気いっぱいに踊ります。皆さん応援よろしくね。プティエンジェルさんで、フクとカノン、ドキドキプリキュアで、猫ニャンニャンニャン、犬ワンワンワン、カエルマヒルもガーガーガーと、この空の向こうです。どうぞ。
に並んでください。もうちょっと前に来てくれるかな、眩しいかもしれないけど。以上のチームが B グループの皆さんです。じゃあちょっと審査員の先生に聞いてみましょうか。はい、魚住会長、会場の盛り上がりいかが審査されていますか。皆さんもっと拍手とか体を揺すって応援してあげてください。お願いします。はい、実はですね、今日の審査はこのステージにいるアイドルの皆さんがなりきっているかというなりきり度、またこの皆さんがなりきることによって会場の皆さんが盛り上がっているかという度合いを見る盛り上がり度、さらにインパクトがあるかというインパクト、また衣装が素敵かという衣装の、この4つの項目で審査をしていただいておりますので、会場の盛り上がりもポイントになりますよ。これから盛り上がっていってくださいね。お願いします。さあ、それでは B チームはこれで向こう側の方で、記念撮影になりますので、キーエンジェルの皆さんは SP さん連れてってください。怖いおじちゃんじゃないからね、大丈夫ですよ。はい、連れてってください。温かな、あ、大丈夫、助けてあげてください。大丈夫だったかな、大丈夫、怪我はないですか。ゆっくりね、ちょっとお靴が大きいのかな。はい、ゆっくりでいいですよ。はい、SP さんちょっと手つけてあげてくださいね。レディーたちを大切にしてあげてください。さあ、いよいよ C グループ、またかわいいまたアイドルが登場ですよ。最年少はなんと5歳、キュートで元気いっぱいの私たち、みんなのハートを打ち抜きますよ。全力で踊ります。キラキラガールズさんで桃色クローバー Z、 いくぜ会場のショーです、どうぞ。48でヘビーローテーションです。どうぞ。
とうございました。自分たちがちょっと驚いちゃったね自分たちもびっくりだったの。シックスの皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ステージ降りてください。はい、大きな拍手上げてあげてください。じゃあそこ気をつけながらね降りてってください。これロリコンのビデオなんだけど、これロリコンみんな本当に可愛いですね。さあ、ちょっとキラキラした可愛いお嬢さんたち、わー、応援団もいっぱいですよ。盛り上がり度が、ね、期待できそうです。金沢のダンスクリエイターからやってきました、かわゆい仲良し6人組。数々のイベントを経験しているので緊張なんてなんのその。今回はもちろん優勝を目指して楽しく踊らせていただきます。会場の皆さんも一緒に踊って盛り上がりましょうね。フェアリーさんで少女時代で王です。どうぞ。フェアリーの皆さんでした。本当に緊張しないという感じですね。はい、それでは SP のお兄さんに続いてゆっくり降りてね。階段付近どころね、ゆっくり降りてってください。さあ次々とアイドル登場してまいりますよ。さあ続いてはダンスは習っていないけどよ、私たちは踊ることが大好きなのでこの企画に応募しました。小学校生活最後の思い出となるので一生懸命踊ります。ラビウムさんでパフュームのレーザービームです。どうぞ。
ットに進んでください。階段気をつけてくださいね。みんなほんとそっくりで踊ってくれますね。続いてどうぞ。うわもう元気いっぱいですね。続いては嵐が大好きな仲良しの5人組です。今日はなりきって全力で踊ります。シェイクワークの皆さん、嵐でワイルドアットハートです。どうぞ。C グループ皆さん登場いただきました。じゃあここに一列に並んでください。では審査員の先生に聞いてみましょうか。はい、オタッキー秀成委員長、皆さんのダンスパフォーマンスはいかがでしょうか。はい、いやすごいさ。すごいですか。なりきりのあたりはどうですか。特にさっきのラビウムの方、イチローのレーザービームを投げる瞬間に両を見てました。はい、見てましたか。はい、こちらの5人もはいかがでした。いや、そっちのさ、すごいなりきっていますわ。なりきってますよね。それぞれの皆さんがね、好きな嵐のメンバーの役をやってたのかな、もしかして。おー、恐ろしいですね。はい、それでは AC グループの皆さん、ありがとうございました。では、こちらの階段からレッドカーペットを通って後ろの写真撮影会の方に進んでください。ありがとうございます。大きな拍手で見送ってあげてください。では次は D グループ参ります。続いては小学2年生から6年生までの7人組、中には男の子が1人います。仲良くいつも練習しているメンバーです。元気いっぱいのチーム、精一杯頑張ります。全員で今日はエグザイルになっちゃうぞ。G ブラッドさんでエグザイルのライジンさん、どうぞ。
ど期待できそうなチームかなと思います。さあそれではレッドカーペットお願いします。向こうの矢倉の方で待っててください。さあ両サイドに手振りながらね、みんなに笑顔を振りまいていってくださいね。続いて上がってきてくださいね。私たちはダンスが大好きな6人組です。今日はみんな大好きなマイケル・ジャクソンの曲でマイケルになりきって楽しんで踊ります。 WM スワッグでマイケル・ジャクソンのスムース・クリミナル&デンジャラスです。どうぞ。Yeah.
頑張り切り止ましておりますよ。もうファンも盛り上げてってくださいね。もう3人いっぱい手振ってね、みんなに笑顔を振りまいて。さあ続いては石川県を中心にマルチタレントとして活動するケンちゃん、また韓国 K-POP をこよなく愛しケンオッパの愛称でナブジャオレちゃんモデルとしても有名なケンちゃんが、今回はビッグバンドリーダーでカリスマのジ・ドラゴンになりきります。ケンちゃん Are you alright? ビッグバンドジ・ドラゴンでクレヨンです、どうぞ。皆さんが出揃いました。この D グループ慣れきるのかなり増しているのかなと思いますが、ケンちゃんここで待っててください。それでは審査員の方に聞いてみましょうか。お願いします。はい、インパクトの広瀬先生、広瀬先生どうでしょうか。はい、ずっと見てたんですけどね、この D グループに入ってから非常に完成度がすごい上がってるなって増してますよね、うん。昨日僕はすべての作品前もってビデオ見て勉強したんですけど、はい、どうもの掛け声とかちょっとした叫び声もね、まあ、このケンちゃんもちゃんと入れたりとか、はい、あと先ほどの、ソリッドキッズさんってもうなんか本当に K-POP の、まあ、足の綺麗さまでね、ですよね、はい、びっくりしたのはあれですね、 D2 の方 のマイケル・ジャクソンなんですが、あれ95年の MTV アワードの特別バージョンのものなんですけど、はい、それをもう完コピしてきたっていうところは素晴らしいなと思って、先生からも完コピだと思えるぐらい の、まあ、95年に MTV アワードで特別にやられたものなんですけど、それをあえて選んでくるチョイスがなかなか、おー、はい、そのチョイスもいいっていうところにポイントが、はい、ほんでもう EXILE の方はですね、もうしっかりもうリズムもしっかり取れて、はい、完全にもうダンスのもしね、これが大会だったらかなり上位にも行ってしまうことね、素晴らしいなと思って、かなりこのグループはちょっと期待できそうなポイントだということで、はい、はい、先生ありがとうございます。はい、ありがとうございました。会場の盛り上がりの山本先生、はい、いかがでしょうか。はい、暑い中皆さん大変でしょうけど、もっと盛り上げてあげてください。はい、そして夜また順化がありますから、アイドルの方もエアアイドルの方も踊ってください。よろしくお願いします。できればその格好でね、参加していただければ、はい、もっと盛り上がると思いますので、はい、先生ありがとうございます。はい、アイドルの皆さんもファンの皆さんも夜のジョンカラ踊りも参加してくださいね。お願いいたします。よろしくお願いします。さあ、ケイちゃんでは向こうの方で記念撮影、写真撮影の方に臨んでください。ありがとうございます。大きな拍手でお見送りください。いやー、どんどん D グループ、これはね、よくなりました。おっと、続いてはこれはインパクトを狙ってきたんでしょうか。 E グループスタートいたします。七一市内の保育園で働く七一大好き5人組保育士チームです。その名はののば。アラサーなので体力はちょっと心配、でも熱い気持ちと笑顔は誰にも負けないぞ。なんか瞬きしている間に何か起こるかも。
お見逃しなく。野々巻の皆さんで金メモスペシャルメドレーです。どうぞ。怖い。そう、仲間が多い。野々爆変身しましたね。アラサーということで体力は心配されましたが、最後まで踊り切ってくれました。もうポイントがすごいですね。これは会場盛り上がりがかなりポイントがアップしてます。ファンもいるし